ビル・カウリッツは、トキオホテルのボーカリストとして活動する、ドイツ出身のミュージシャン。声優やデザイナー、ファッションモデルとしても活動する。若者からの一種のカリスマ的な支持とともに、異彩を放つセックスシンボルとして、広く知られている。10代の頃は念入りに施した化粧を伴う細身で、中性的な容姿を特徴としていたが、 2012年頃からアイメイクを薄くする、髭を伸ばす、体を鍛えて筋肉をつけるなどビジュアル的に変化が出てきている。兄のトムと共にハンブルクに住んでいたが、複数のフランス人女性によるストーカー、脅迫を受け、2010年の10月にロサンゼルスに引っ越した。2014年11月、インタビューで自身のセクシュアリティについて、 もし自分の人生を永遠に変えてくれる人が現れたとして、その人の性別は関係ないと語った。ベジタリアンである。好きなアーティストは、デビット・ボーイ、コールド・プレイ、ステレオ・ホニックス、プラシーボ。ドイツ民主共和国の東部は、ザク・セン州のライプツヒに、双子の兄弟の弟として生まれた。兄は、トキオホテルのギタリストであるトム・カウリッツ。 兄のトムと共に9歳の時から音楽活動を始め、やがてデオルグリスティング、グスタフ・シーファーラと出会い、2001年にロックバンド、トキオ・ホテルを結成する。バーやクラブを舞台とするスータのライブ活動を経て、2005年に同バンドのボーカリストとしてメジャーデビュー。同バンドの盛況に伴い急速に知名度を得て、同国ドイツに、 随一のトップスターとしての評価を得るに至った。同バンドの英語圏への進出や隣国フランスでの人気などもあり、特に2007年以降、国際的に知られるようになった。2016年、自身のソロプロジェクトビリーを始動。5月にファーストアルバムをリリースした。声優として、映画、アーサーとミニモイの不思議な国、アーサーと魔王マルタザールの逆襲のアーサー役の、 ドイツ語吹き替えを担当した。モデルとして2010年1月ミラノにて開催された D スクエアードの2010年秋冬メンズウェアショーに登場。ありがとうございます。